さん、にっこり笑っております。惜しかったですね。ねえ、惜しかったな。この放送は資生堂、大成建設、TDK、ビタ工業、ビザジャパンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。エンゲージリングにふさわしいきらめき DEF Fine Diamond。 今秋の新作ブライダルフェア開催中、足立宝石店。カップにして生のうどんが明星より。明星夜食亭生うどん、わかめうどんも新発売。ボリュームアップしたくくれカレーだ。これで君も大丈夫。くくれカレー。それではここでニュースをお伝えいたします。まずソビエト情勢ですが、北方領土の色丹島とトロフ島を訪れておりました。今年の北方墓参団の第一班が今日根室の花咲港に戻ってまいりました。遺族98人を含む125人の北方墓参団の第一班は、出発直後にソビエトの政変が伝えられるなど緊迫した中での墓参となりましたが、6日間の慰霊の旅を無事に終え、今日午前10時過ぎ全員元気に根室の花咲港に帰ってきました。途中悪天候などにより初めて墓参をするはずだった色丹島の能取などには入ることができませんでしたが、一行は色丹島と択捉島の合わせて4カ所を訪れました。昨日訪れた内墓では墓地に雑草が生い茂り、当時の面影は全くありませんでしたが、遺族らは万感の思いを込めて肉親の霊に手を合わせていました。43年ぶりです。43年です。23年に引き上げましたから、なんとも感激いっぱいで。今月26日には第2班第3班が根室港を出港、国後島などで墓参をすることになっています。今年の墓参はクーデターが起きてしまったため心配されたんですけれども、予定通り行われております。さて今日24日は暦の上では暑さも収まる頃という意味の初夏を迎えましたが、東日本は文字通り秋近しを思わせるしのぎやすい一日になりました。ご覧のように梨も見事な実りを見せております。変わって大阪です。今日正午過ぎ、京都府阿美野町で海水浴に来ていた男性2人が高波にさらわれ行方不明となっています。三輪車をひたすら漕ぎ続け、体力と気力の限界に挑戦する三輪車耐久レースが今日から大津市で始まりました。変わって天気予報です。近畿地方、明日は各地とも晴れたり曇ったりの天気で、ところによってはにわか雨や雷があるでしょう。ニュースと天気予報をお伝えしました。面倒な経理業務はこのベネフィットステーションに任せて、みんな現場に飛び出して頑張る。これぞ攻めの経営。よし、企業の経理にベネフィットステーション。今新しい物語が始まる。 JAL のフロリダカリブ。お客さん胃の調子悪そうね。なんでキャベツ飲んでこなかったのよ。俺キャベツ飲んできたからね。はい、もちろん俺も。あ、調子良さそうね。キャベツを食べる前に飲めば美味しくやれるし、二日酔いのムカムカやもたれなんかもいけますよ。ハイテックハイパワーの二宮、お役に立ってますか。あなたの二宮。夏休み感動ミュージカル、アニー。
大切なお子様には愛情のこもったステージを。8月18日から29日まで厚生年金中ホールで。この放送は清水建設とご覧のスポンサーの提供でお送りします。